それでは今日私たちに与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはルカによる福音書の第24章の13節から35節です。教会備え付けのこの聖書を借りていらっしゃる方は、付箋が入っていると思いますが、後ろの方、新約聖書ですので後ろの方の135ページで133ページあります。新約聖書のルカによる福音書の第24章です。それではお読みいたします。24章の13節。この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし、彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えて言った。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神と全ての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時に使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと思うのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りでイエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いた全てのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光にいるべきではなかったか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて全聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時にパンを取り、祝福して裂き、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってみると、11節とその仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。そこまでであります。今日は、復活による新しい始まりという題でメッセージをさせていただきたいと思います。復活による新しい始まりという題でお話をさせていただきます。ここにこの聖書の箇所、
まあ、イエスがよみがえられたのがこの24章の1節からのところに出てきますけれども、イエス様がよみがえられた日の夕方の出来事であります。ですからちょうど、今日がイースターですので、今日の朝イエス様がよみがえられて、この聖書の箇所はまさに今頃、もうちょっと後の時間でしょうかね、まさに今頃の出来事で、エルサレムからエマオという町に歩んでいた二人の人の話、その二人に焦点が当てられます。彼らはエルサレムからエマオに下っていました。イエスが十字架にかけられたのがエルサレムでありまして、そこから少し離れた、まあ何時間か離れたエマオというところに歩いていく途中でありました。彼らはとぼとぼとエルサレムから下ってエマオに下っていく途中でありました。彼らはどうしてエマオに下っていったんでしょうか。おそらくもうエルサレムにいても意味がない、もうこれ以上エルサレムにいても意味がない、イエス様に期待をして、イエス様に希望を持って、これからイエス様が新しい国を作ってくれるという希望を持ってエルサレムに来たのに、イエス様は十字架につけられてしまった、イエスは十字架につけられてしまった、もう意味はない、このエルサレムにいても意味がない。それで彼らはエマオに下っていったのであろうと思います。時間的にはもうすでにイエスの復活という出来事は起こっていたのであります。この時間イエスの復活は起こっていました。しかしこの人々はとぼとぼとエルサレムからエマオに歩いていました。もうすでにイエスは復活されていましたけれども、この人はエルサレムから立ち去ろうとしていました。すでにもうイエスはよみがえって、墓を打ち破って、死を打ち破ってよみがえっていらっしゃいました。しかしこの人々は期待が裏切られた、イエスに持っていた期待が裏切られた悲しみの中、痛みの中にあります。どうしてでしょうか。それはすでに歴史的に起こったことであります。けれども、それが自分にとって起こってなければ、それは何の意味もないのであります。それがどんなに歴史的にイエスは復活したんだとか起こっていたとしても、この二人は知らなかった。この24章の1節から12節の間でイエスはよみがえった、そのことが語られていたとしても、この2人の人に、この2人の人にとってそれが現実になっていなければ、それは意味がないのです。歴史的にはもう復活は起こっていました。しかしこの2人は知らなかった。いや、そのニュースは聞いていた、そのニュースは知っていた、イエスがよみがえったんだってよ、女の人たちがこの二人にも伝えていました。でもそれを信じられなかった。その時に彼らはまだ痛み悲しみ中にいたのであります。私と同世代より上の方々はよく覚えていらっしゃると思いますが、私が中学生の頃ですから、今から40年くらい前でしょうか、グアム島で横井翔一さんという方が見つかりました。誰その人って方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、横井翔一さんって方が見つかりました。その方はグアム島でジャングルの中で27年間、戦争が終わって日本とアメリカがその昔、私も知らない、その戦争は知らないんですけど、その昔ですね、この日本とアメリカが戦争をしていた時にグアム島で戦っていた人で、その戦争が終わったのが1945年でありました。それから27年間、それを知らずに、それを信じずに、30歳から57歳まで、皆さん57歳の方いらっしゃいます、まあ、手を振っていらっしゃっていませんが、57歳の方、30歳の時からですよ。横井さんは30歳の時から57歳、ジャングルの中で戦っていました。それから2年後、今度はフィリピンで小野田飛行さんという方が
見つかりました。29年間、23歳から51歳、29年間足し算したらちょっと違うかもしれない、23歳から、まあ、私の誕生日の関係で29年間、彼は23歳から51歳までこのフィリピンで戦っていました。小野田さんの場合は彼は知っていました。彼はなんとこの通信のプロでした。この敵のこの無線を傍受するプロでした。だから小野田さんは戦争が終わっていることも知っていました。日本とアメリカが同盟国になっているってことも聞いていました。けれどもそれが本当だということまで知っていました。信じられました。しかし今も日本の政府は満州に逃げていて、この日本東京にいるのはこのアメリカの手先の日本政府であって、本当の日本政府はこの満州に逃げている。そしてアメリカと戦う日を待ち望んでいるんだ。その日まで自分たちは戦わなきゃいけないんだって小野田さんは信じていたそうなんです。そして戦っていました。小野田さんの場合の本当に悲劇は、その悲劇は彼だけではありませんでした。彼は29年間それを信じられないで、日本が戦争が終わったことを分かっていました。そして日本とアメリカ同盟国も分かりました。でも日本の新しい政府、日本の政府のことを本当の意味で信じられなくて、そして本当の政府は満州にあるんだって勝手に思い込んで、そして彼自身がそのジャングルの中で生活しているだけじゃなくて、周りの人々にも害を与えました。何十人という人々がこのフィリピンで彼との戦いで命を落としていったというふうに、戦争は終わっていました。日本は変わっていました。そのニュースも伝えられていました。しかし信じられなかった。その時に彼らにとって戦争は続いていたのでありました。それと同じで、歴史的にはもうイエスが復活していました。彼らはそのニュースを聞いていました。しかしそれを信じられなかった。その時に彼らはとぼとぼと歩くしかなかった。それもですよ、ただそのイエスの復活を信じられなくてとぼとぼ歩いてたわけじゃない。イエスが一緒に歩いてたのに、イエスがそこに共に歩んでいらっしゃったのに、それでもイエスの復活を信じることができなかった。彼はとぼとぼ歩まなければならなかったのであります。しかし彼らは変えられました。この33節のところでは、32節のところでは、彼らが心が燃えました。33節を見るならば、彼らは走ってまで帰ってないですか、すぐに立ってエルサレムに帰って、急いで帰っていった。どうしてでしょうか。復活のイエス様に会ったからです。いや、もうすでに彼らはその前からイエス様に会っていました。でも彼らは気づいてなかった。彼らの目が開かれた。それによって彼らは救い変えられたのであります。私たちはこう思うかもしれません。この弟子たちはいいよ、そりゃね、今から2000年前にいてイエス様と同時代の弟子たちはいいよ、本当の復活のイエス様に本当に会えたんだから、でも私たちは会えないでしょって、もうイエス様見えないでしょ。そう、40日後に天に帰っていかれたと聖書に書いてあります。どこで復活のイエス様に会えるでしょうか。私たちも復活のイエス様に会いたい。この弟子たちと同じように復活のイエス様に会いたい。どうしたら私たちもこのとぼとぼ歩むような生涯から、この心が燃えてエルサレムに帰っていくような、そういう歩みができるんだろうか。どうしたら私たちがイエス様が共に歩んでおられることに目が開かれるんでしょうか。そのヒントが今日の聖書の箇所に出てくると思います。それで今日は2つのポイントで、イエス様にどこでお会いできるのか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、それは聖書で、なんだという方がいるかもしれませんが、
イエス様とお会いしたければ聖書です。本当に私たちはこの聖書の言葉によってイエスを知ることができる。この2人の弟子たちの言葉をもう一度ゆっくり読んでいきましょう。19節から24章の19節から、読んでいきます。それはどんなことかと言われると彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は彼と全ての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは彼らが朝早く箱に墓に行きますとイエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時に使いが現れてイエスは生きておられると告げたと思うのです。それで私たちの仲間数人が墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りでイエスは見当たりませんでした。弟子たちはイエスがイスラエルを救ってくださると信じていました。期待していました。これからイエス様の時代だ。これからイエスが私たちのためにこのローマ帝国を打ち破って、ね、その時代ローマ帝国の時代ですよ。このイスラエルはもうイスラエルの歴史って今の時代のユダヤ人もそうですけれども、苦難の歴史です。苦しみの歴史です。このイエスの前の時代も何百年何百年もの間自分たちの国がなかった。バビロンからこのギリシャからシリアからローマからいろんな国に支配されて本当に苦しんでいた。そのイスラエルの人々、イエスが新しい時代を作ってくれるその期待をしていました。ローマ帝国の支配の中でその支配から解放されること、独立を勝ち取ること、それを待ち望んでいました。イエスがそれをしてくれる。イエスが私たちに自由を与えてくれる。それを期待していました。だからイエスが十字架にかかった時にがっかりしました。なんだ、イエスが蘇られたと聞いてもそれをにわかに信じることはできませんでした。その話を聞いてイエスはこう答えました。25節から26節でありますが、イエスはこう答えるんですね。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いた全てのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るべきではなかったか。聖書に書いてあるじゃないか。聖書にこう書いてあるじゃないか。預言者たちが言った通り、これは聖書に書いてあるじゃないか。あなたたち全然違うよって、何読んでるんだって。あの旧約聖書にこういう言葉がある。ユダヤ書の55章でありますが、55章の8節から9節スクリーンに出しましたのでよ、これご覧になったらいいと思うんですが、こういうふうに書かれています。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道より高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。全然違うんだ。天と地が違うように、天と地が全然高さが違う、もうこの天と地が離れているように、私の道とあなたの道は違う。神様の考えと私たちの考えが違う。イスラエルの人たちはローマから解放されることを期待していました。でも私の道は違うよってイエス様おっしゃった。違うんだよって、聖書にこう書いてあるじゃないのってイエス様言うんですね。27節、今読んだルカの方の27節を読むと、24節27節、こう言ってモーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることを解き明かされた。だから聖書を一生懸命イエス様説明したって言うんです。聖書全体から救い主のことを語った。
それは先ほどイザヤ書55章違うよってイザヤは神様は言ったわけでありますけれども、違うって言っただけじゃなくて、こういうふうにイザヤも言っています。どういうふうに言っているかというと、55章のその続きでありますが、こういうふうに言っているんですね。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与え、このように我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない、私の喜ぶことをなし、私の命令を送ったことを果たす。雨が降った時に雨は地を潤して、この地に花を咲かせて実をならせるって、そういうふうに、このそのように雨が降ったら実がなるでしょう、同じように私の言葉が天から降って、私の言葉があなた方のうちにこの実現していくんだよ、私の喜ぶことを出していくんだよ。この写真はどこだか、ご存知でしょうか。この写真はですね、これはイスラエルではなくてカリフォルニアなんですけれども、カリフォルニアのロサンゼルスのちょっと北の方にある、谷です。南カリフォルニアのこのポピーが先、カリフォルニアポピーが先に見られる谷だそうであります。ここ私行ったことがあります、実は。でもですね、7月でした。7月はもう枯れて枯れてですね、もう本当に真っ茶色でした。ここで私はこの地域で3日間お祈りをして過ごしたことがありました。でもですね、昨日いろいろ調べていて、この私が訪問したことがある同じ谷が3月から4月にかけて、カリフォルニアは3月4月にやっぱり雨降るんですね。そして3月4月にもうちょっと冬でしょうかね、冬に雪が降ったり、3月4月に雨が降ったりしてですね、この一面の花畑になるってすごいなって思いましたね。真っ茶色な砂漠地帯がこんな花畑になる。エルサレム、このエスラエルというか、このイスラエルとカリフォルニアって海の東側って言ったら、大陸の西側って言ったらいいんでしょうかね、気候が似てます。本当に似てるなと思います。夏の間雨が降らなくて、この木が枯れてしまいます。そうやって乾燥、基本的に乾燥したいです。そしてこの春になると雨が降って、こういうふうに花が咲く。私たちこの日本とかアメリカ北東部にいると、雨が降ったらそりゃ雨が降ったらそりゃ作物できるよね、雨も感謝だね、それは当たり前のように思うんですけれども、この聖書の舞台の人々は雨が降ったらこうなるっていうのを本当によく知ってました。雨が降ったら本当に豊かに実がなる、雨が降ったら本当に降ったなりのことが起こるんだ、こういうふうに聖書は語っているのであります。これが私の言葉だよって言う。私の言葉は確かにあなた方を潤し、あなた方に命を与え、あなた方の中に身を結ばせてくださるんだ。聖書の言葉が私たちに与えられている。この聖書の言葉によって私たちは力をもらって、私たちはこの聖書の言葉によって命をもらって、ある人はいや聖書を読んでるけどなかなかわからなくて、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でだからもう一つ例えを準備しました。キノコです。これは去年の春に生えたキノコでありますが、椎茸でありますが、去年の冬は、今年も生えてきたんですけど、こんなに綺麗じゃないので去年の写真出しました。去年の春、キノコが生えてきました。びっくりしました。冬の間マイナス20度まで下がる、外に置きっぱなしになっている木材、一応椎茸の菌は植えました。勝手に生えてきたら怖いですが、一応菌は植えました。そしてそこにしばらくほっぽりっぱなしになっていましたけれども、気がつかないうちにその菌が回って、時が来た時に、春がやってきた時に
この椎茸がその外に出てくるんですね。神様の言葉もある時はこのさっきの草の草原のように、この砂漠の花園のように、もう本当にすぐにこの実を結ぶかもしれない、芽を出すかもしれない、花を咲かせるかもしれないけれども、ある時は本当にじわじわと私たちのうちに本当に根を下ろして、私たちのうちに静かに静かに見えないところで私たちのうちにこの効果を及ぼして、ある日このように芽を出してくるんだ。イエス様に出会うのはどこでしょうか。イエス様に出会うのは神の御言葉、聖書の言葉であります。本当にこの聖書の言葉が私たちの命です。この聖書の言葉が私たちの力です。皆さん本当にこの聖書を読んでください。聖書に出会ってください。ここにおいて復活のイエス様に出会うことができるのであります。2番目のポイントに進んでいきます。パンを裂くということであります。パンを裂く、弟子たちはこのイエス様の話を聞いたときに心が燃えました。でも本当にあ、これイエス様だって分かったのはパンを裂いているイエス様の姿でした。パンを裂いているときに彼らは目が開けたと書いてあります。聖書の中でイエスがパンを裂いている箇所が、2箇所あります。大きな箇所、1箇所はルカの9章、スクリーンに出しますけど、ルカの9章、イエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取って天を仰いで、それを祝福して先弟子たちに渡して配らせた、そのように書かれています。これは5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養ったイエスの奇跡の箇所であります。弟子たちはこの5つのパンと2つの魚を手に持ちながら、でもこんなの役に立たない、こんなのイエス様役に立ちませんよねって言いました。5つのパンと2匹の魚、自分の手の中にあるものを持って、ああこんなのイエス様役に立たないですよね、イエス様こんなの意味ないですよね。だってそこには5000人の人々がいました。自分たちの抱える問題の大きさに、自分たちのこの直面している問題の大きさに、この恐れて自分たちの手の中にあるものがなんて小さいんだろう、なんて無力なんだろう、なんて何もないんだろうと思いました。そしてこんなの意味ないですよね、こんだけしかないです、こんなの意味ないですよって言いました。でもそれに関してイエス様はそれを持ってきなさい、あなたの5つのパンと2匹の魚を持ってきなさいっておっしゃって、それをイエス様がお祈りをして祝福って、お祈りですね、神様感謝しますとお祈りしてそれを裂いた、その時の風景が弟子たちの頭に浮かんだことでしょう。復活のイエス様にお会いするのは、私たちが自分の手の中にあるもの、こんなもの意味ないよね、こんなもの何もないよね、役に立たないよね、そうやって尻込みするような中で、でもそれを持ってきなさいって言われて、私たちの持っているものを神様のところに持っていくときに、あ、私たちのこんなものを役に立たないと思うものを神様これを用いてください、私たちの時間、私たちの才能、私たちの持っている経済的な力、私たちの持っている人間関係、私たちの持っているこの性格、私たちの神様から与えた全てのもの、本当にそれを神様のところに持っていくときに、神様は喜んでそれを祝福してくださる、そのところで、ああイエス様ここにいらっしゃるんだなって見えてくるというのであります。私たち問題の大きさ、使命の大きさ、私たちが出て行って出すべきことの大きさに、神様は無理です、私たちにはこれしかありませんと言って逃げたくなるかもしれない、しかしイエス様はそれを私のところに持ってきなさい、そこで私たちは復活のイエス様にお会いすることができるのであります。そしてもう一箇所、それは最後の晩餐の場面であります。最後の晩餐の中でイエスは、こういう、パンを取り感謝して、これを先弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体である、私を記念するためこのように行いなさいってあります。
これ教会で、ミサとカトリックでミサと言われる、私たちの教会ではコミニオンとか生産式と呼ばれるもので、このパンを裂くときにそれはイエス様の体が裂かれる、十字架の上でこのイエスが十字架に釘打たれる、イエスの体が裂かれることを、象徴していることであります。だから私たちがイエス様に出会うどこかってやっぱり十字架なんだ。このパンを裂くっていうのは、聖書の中でパンを裂くっていうのはイエスの体のことを指しています。イエスが十字架で死んでくださった、イエスが本当に体が裂かれて十字架にかかって死んでくださった。十字架は一見敗北です。しかしこの一見敗北に見えるこの中に神様は勝利を隠していらっしゃいました。私たちの罪がその十字架の上に乗せられて、イエスの上に乗せられて、それによって私たち許されて神様と共に歩んでいくことができる、イエス様の勝利がそこにあります。その十字架を見るときに私たちの心は燃やされます。私たちを許すためにそこまでしてくださった、私たちを許すために本当に命まで成り出してくださったその神様の愛、イエス様の愛、本当にその神様の愛の中にイエス様に出会うことができるのです。そしてもう一つ最後に注目したいのは、このエマオの村で彼らがイエスを引き止めて、ここに一緒に泊まってくださいと言って誘う時代、イエス様ここに泊まってくださいって、イエス様を泊まってくださいってお願いするんです。一緒に泊まりましょうって言うんです。でも食事をする時はイエスがパンを取ってこれを祝福してください。普通に、読み流してしまうところかもしれませんけど、でも考えてみたら不思議ですよね。うちに泊まってくださいって言ったら、イエス様どうぞって私たちがご飯出すんじゃないですか。でもそうじゃない。いつの間にかこのテーブルの主人はイエス様に変わっているんです。イエス様泊まってください、うちに泊まってくださいよって泊まってもらうんです。でもイエス様どうぞって食事出すんじゃなくて、イエス様の方がさあ食べようってパンを裂かれました。イエス様がいつの間にか主人に変わっているんです。私たちがイエスに出会うのは、私たちが主人のところではありません。イエスを主人にするところです。私たちの人生を、私たちの生活を、あなたを主とするものにしていきます。イエス様、あなたを私の主としていきます。そういうふうに明け渡していくときに、私たちは復活のイエス様にお会いすることができるので、聖書を読むときもそうです。どれどれ聖書を読んでみよう、私たちは初めて聖書を手にするときに、どれどれ聖書を読んでみようと思って、なかなかいいこと書いてある、難しいな、なかなか聖書いいこと言ってるな、いやこれは信じられないな、こんなこと書いてなければ、こういうこと書いてなきゃ信じてもいいんだけど、いいことも書いてあるんだけどちょっと信じにくいことも書いてあるなとか、そういうふうに私たちが聖書を分析しているときは、分析しているときはなかなか難しい。でもいつの間にか読んでるうちに、いつの間にか立場が反対になって、この聖書が私に語りかける、この聖書が私を教える、この聖書が私を裁く、私が聖書を裁くんじゃなくて、私が聖書をジャッジするんじゃなくて、この聖書が私をジャッジする、私が聖書を料理するんじゃなくて、聖書が私を料理する、聖書が私を取り扱う、聖書が私を本当にこの私たちの心に入ってきてくださる、聖書に語りかけてくださる、そのことが起こってくるとき、本当に、ああ神様が、イエス様が私たちの心に来てくださったなって、私の心に触れてくださったな、私の目を開いてくださったなってことが起こっているのであります。皆さん、イースターは新しい始まりです。どうか本当に皆さんもこの日を新しい始まりとして歩み始めませんか。あなたもこのイースター、このイエス様に出会って、いやイエス様にこれから出会おうという思いで本当に歩み始めようじゃありませんか。
またこのことを歩んでこられた方がいらっしゃったならば、本当にこのイースターを境目にして、本当にイエス様が蘇ってくださったならそれを信じてみよう、走って帰っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのためにあの十字架の上で命を投げ出して、私たちの罪を許してくださる方であることを感謝をいたします。でもそれだけではなくて、火を打ち破ってよみがえってくださって、本当に私たちにとって最大の出来であり最後の出来であるこの死を打ち破って、この死を骨抜きにして、死はもう恐れるに足りないと宣言してくださったことを本当に感謝いたします。神様、そうです、私たちはもうそれが必要ありません。イエス様、このとぼとぼと歩んでいた弟子たちに命を与え喜びを与えてくださったこの復活のイエス様の力が私たちのうちにも働いて、本当に私たちの喜びに満たし、新しい力に満たしてくださいました。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。